カラーズオブコリア、ゲストは人気ガールズグループロケットパンチの皆さんです。こんにちは、ロケットパンチです。よろしくお願いいたします。改めてお久しぶりです。まだねロケットパンチのことを知らないという方のために、まずはお一人ずつ自己紹介チャギソゲからお願いします。こんにちは、ロケットパンチのユンギョンです。こんにちは、ロケットパンチのビタミンジュリです。こんにちは、ロケットパンチの末っ子ダヤンです。こんにちは、ロケットパンチのリーダーヤニです。こんにちは、ロケットパンチのチシンスユンです。こんにちは、ロケットパンチの笑顔ソヒです。はい、というロケットパンチの皆さんですけれども、今回は日本デビューして初めて来日。はい、そうです。どうですか、今どんな気持ちですか。どんな気持ちですか。あ、シュンですか。いやいや、もうもちろんもちろん。あのシュンは今なんかジュリー・アンニの家に来た感じで、感動して、飛行機でジュリー・アンニの隣だったんですけど、ジュリー・アンニの感動した顔を見ちゃったです。おお、見ちゃったです。どんな感動した顔。いや、私は2年半ぶりに日本に帰ってきたんですけど、メンバーが私が日本に来るのに感動してるんですよ。あ、ジュリが日本に行けるみたいな、それがあ、メンバー愛だなって思ったし、やっぱりメンバーと来るので新しいですね、私からも今の日本は。楽しいです。やっぱ新鮮な部分ありました、少しこう周り見て。そうですね、やっぱり渋谷とかの風景も変わってるし、あと街中でやっぱり K-POP がすごい流れてるなってびっくりしましたね、うん、もちろん自分たちの曲も。そうなんですよ、私たちのジューシーもあのお店で流れてみんなで踊っちゃいました。あ、実感がね、あ、私たち人気があるって、人気があるって感じました。そうだよね、そういうところで感じるよね、やっぱりね。はい、さて、そんなですねロケットパンチの皆さんはついに日本でファーストシングルになりますけど、今日リリースになります。はい、実際には今週リリースになったわけですけれども、改めて、どういう曲なのか教えてもらっていいですか。フィオレはですね、女の子が恋する気持ち、赤く心が染まっていくような気持ちを表現した曲で、私たちが花になって舞台をするので、ぜひ皆さんステージも見て音楽もたくさん聴いてほしいなと思います。赤く染まるような感じ。そうなんですよ、ほーって。あー、ほーってね。なるほど、あの女の子の心とか頬が赤くなるような感じを表しています。ああ、うん、なるほど、ちょっとこうドキドキした感じがね、はい、伝わる一曲になっておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。もう皆さん聴いていただいてるかと思いますが、さてこの番組はですね、韓国の魅力をご紹介する番組でもありますので、ちょうど日本からも韓国行けるようになったじゃないですか。そうですね、やっと行けるようになって、おじさんもう3年行ってないからね。あー、お待たせしました、古谷さん。だってみんなに会いに行ったのがあれほぼ最後だから。そうですよね、そうだから2年半以上行ってないので、でそんなですね、久々に韓国に行きたい方のために、夏の韓国の魅力、はい、これをちょっとお一人ずつちょっと紹介してほしいんですけれども、はい、じゃあ順番に聞いていきましょうか。はい、ユンギョンです。私は食べ物ですけど、韓国は熱いものを食べるがすごく人気です。ベクスクという料理が、大ベクスクと料理が一番私が思うんで美味しいです。これベクスって何、あのおかゆチュックみたいなやつ。おお、なんか鶏の中でご飯とあさり、アサリじゃない、アサリ、アサリ、あ、野菜が一緒になって、ちょっとめっちゃ美味しいです。サムゲタンとは違う。一緒です。あ、サムゲタンと一緒。はい、あ、だって夏ってさ、あのイヨルチヨルでしょ。イヨルチヨルです。そうそうそう、暑い時に熱いもの食べるっていうね。なるほどなるほど、はい、わかりました。チュリさんは。はい、私はやっぱりビンス、かき氷のなんか進化バージョンみたいな感じで、韓国では今そのメロンの中にチーズケーキとかが入ったりして。メロンの中にチーズケーキ。メロンの形のままなんですけど、中にチーズケーキとか、そのかき氷のあのパッピンスみたいなのが入ってて、
本当に美味しいしインスタ映えするんで、やっぱ若い子はやっぱそのビンスを食べてほしいなとか思います。果物の中に入ってるんだ。へえ、さすが進化してますね。はい、第4はウォーターパークをおすすめしたいです。あ、ウォーターパークね。はい、なんか夏でもウォーターパークに行ったら本当に涼しいです。メンバーみんなと一緒に行きたいですね。あ、そうだよね、ウォーターパーク。はい、ヤニもジュリちゃんと一緒なんですけど、それかき氷のお店の名前がサルビンという、はいはいはい、はい、その中でも一番大有名なメニューがそのメロンの、はい、メロンと、うん、そのメニューなんですけど、それをぜひ食べてくださいみんな。わ、日本にもソルビンできたもんね。あ、ありますありますあります、はい、でも韓国でオリジナルを食べるのがもっといいです。さすがですね。はい、すいません、原宿で済ませようとしていました、ごめんなさい、ごめんなさい。はいはい、あのシュンはやっぱり K-POP じゃないかなと思うんですけど、あの K-POP の曲って、あ、夏になったらなんかさやわか、さやわかな曲も、爽やか爽やかな曲がいっぱい出るので、うん、もう例えばあの例えばロケットパンチのジュシとかバブラブとかが出るので、皆さんこの曲を聴きながらこの暑さを乗り越えてください。今流れてますよ後ろで。ああ、いい曲だね。わかるわかる。はい、はい、私は消費です。私はおすすめしたいことはアイスです。韓国のアイスは新しいアイスが最近出てるので、それをちょっと食べてみてほしいなと思ってます。アイス、はい、アイスクリーム。どんなアイスあるんですか。スターティーワンって日本でスターティーワンありますけど、そこに本当に新しいメニューがずっと出ていて、最近はピカチュウアイスも。ピカチュウアイス、あ、ポケモンとコラボ。どんな味がするんだ。あ、バナナの味。黄色の色で、あ、バナナかとは、考えなかったんですけど、バナナの味がして、それちょっと不思議なと思いました。いや、確かに31は日本より韓国の方が種類多いかも。いや、すごいですね。え、いつも流行りのお菓子とコラボしたりしてて、31がいつもなんか日本で言うとカントリーマムとコラボとか、そういうのをずっとやってるんですよ。なのですごいなって思います。はあ、だからね、韓国のお店ではないんだけれども、韓国に行ったら味わえるオリジナル31があるっていうね。はい、もうたくさんこれで、1週間入れます。韓国はね、1週間楽しめます。あ、ありがとうございます。6日間でしたね。細かいことありがとうございます。1日足りませんでした。申し訳ございません。あ、最後の日は古谷さん、古谷さんもしばらく行ってませんからね。いや、でも夏はやっぱり冷麺かな、ねんみょんかな。ねえ、ねんみょん美味しいよね。はい、でもおじさん女子だからこうビビンねんみょんがいいけどね。いいですね。はい、マムリシガンです。お別れの時間です。早いですね、あっという間でしたけれども、じゃあ最後にラジオをお聞きの皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。私たちがファーストシングルアルバムフィオレを活動するから、聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、私たちのお花のように咲き誇る歌声をたくさん聞いてください。ありがとうございます。はい、タヤンです。私たちの今回の活動も期待してください。フィオレファイト。ヨニです。皆さん早く会いに行きたいよ、待ってね。ちょっとプレッシャーが。はい、皆さんこんにちは、ロケットパンチのシュンです。ロケットパンチというお花を期待してください。ありがとうございます。はい、そうです、ついに私たちが日本に来ました。今回のピュールアルバムを頑張って活動するつもりなので、応援してください。はい、ありがとうございます。では最後にですね、お待たせいたしました、新曲を聴いていただきたいと思いますので、曲紹介をお願いします。ピュオレ聴いてください。以上、ロケットパンチでした。